はい、皆さんこんばんは。僕ナグレットダウンのユウです。実は今回ちょっと緊急速報なんですけれども、何かというとですね、前回ロキというね、まあクリーンなエコな靴を作っている会社と展開してたっていう話あったと思うんですね。でそこで NFT も展開していたところだったんですけれども、そこ続報がありました。なんとそのロキという会社、あのレオナルド・ディカプリオの出資も受けているということが判明しました。というのはですね、10月25日に無事にまた最新の資金調達が無事に終わったって発表があったんですけれども、その資金調達で出資してくれた大口というのがそのレオナルド・ディカプリオさんだったんですよ。でこれ非常にすごいこと、やっぱりセレブからの影響力って半端がないので、で実際にロキのいろんな方々のセレブリティの人たちにも自分の靴を宣伝してもらうってことが大事だって話、影響力が大事だって話は再三本人たちも言ってはいることだったんですけれども、今回レオナルド・ディカプリオさんが出資をしてくれた、これが非常にでかいことだっていうことですね。で実はですね、過去にもバットマンの主人公で有名なベン・アフレックさん、ご存知でしょうかね。彼からの出資ももらっているほど、非常にセレブからというよりかは、まあまあハリウッドスターからの好感が持てる、高評価を出されている会社であることは確かだったんですけれども、まさかあのね、有名だね、あのレオナルド・ディカプリオさんも出資してくれるというのは非常に驚きなことでした。で今回非常に貴重な情報だったので速報として出しました。しかもですね、レオナルド・ディカプリオさんからも実際にコメントをもらってまして、非常にこのロキの能動的な出資であることも誇りを強調してコメントをもらっています。でコメントなんですけれども、ロキは環境への影響を最小限に抑えることに力を注いでおり、クルエルティフリーな、つまり動物を傷つけない倫理的なフットウェアの生産を軸とするブランドです。その出資者であることを誇りに思っています。そういったコメントをもらってるんですね、ロキは。だからそのロキともコラボをしているアグレットって、やっぱりこの関係性非常に良好なんじゃないかなと思っています。まあ、だからこそいろんなシューズの展開もしてこれたのかなと思うんですけれども、ということなんでね、今後どんどんアグレットの追い風になるものっていうのは増えてくるんじゃないかなというふうにちょっと期待をしておりますっていう話でございました。はい、本日の話は以上でございます。ということでね、今後ともこういったいろんなねビジネス目線での話とかもね、なかなか言ってるチャンネル少ないかなと思うので、ぜひちょっと面白いなと思ってくださった方々は、ぜひね私のチャンネル登録と、ベルマークの通知ボタンと、そしてグッドボタンの方をよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。